この動画は釣り素人の3人が本物の釣りバカになるまでを記録した動画です。さあ着きましたよ。さあさあ今日も一人でジギング、この間宗くんと来たところヤズが釣れるらしいですよ。ブリの赤ちゃん、ブリの幼魚釣りてえなあ。そろそろ青もまだサゴシしか釣ってないし、お、いないいない、いいぞ、誰もいないぞ。よしよし、やったやったぜやったぜ、さすが平日、これはいいぞ。やっぱね、大物釣ろうと思っていつも 40g つけてるけど、多分それがダメなんだと自己分析で分かったぜ。今日は 20g を投げよう。そんなね、 40g で釣れない、でかいのでは。それか100均で買ったミノーを初めて使おうかな。初ミノー、あー、早く釣りたい、早く釣りたいよー早く釣りたいよー。この人たちびっくりするね早く人間になりたーいよーし、くそー、やつ待ってろよ。炭のどうやってしゃくればいいんだろう。おお、全然飛ばね、面白くね、ミノ。鳥あった、ミノの泳いでるみたい、本当にね。ですね。いいね。もうこれ釣れるわ。ありがとう。はい。いや、釣れないな。やめた。ミノーは釣れません。なんか上に魚いる気配がないもん。にゃあ。にゃあ。にゃあ。あ、釣れた。やったー。なん、お、カマス、ちっちゃい。あ、でもカマス釣れた。またカマスです。これは。はい。お、来た来た、やったやったっけー、なんやろ。はい、カマスくん。お、ちょっとサイズアップしてるぞ。ちょっと大きくなったカマスくんです。今日カマスデーだね。カマスくん、釣
れへんかな、魚釣れへんかな。おくそ、かかった、当たったのに。あ、やった、やずやった、もうやずですね、絶対違う。すぐ手出せる。もしもし。うん。何を？うっそ、やっとできた、真っ暗じゃねえかよ。しかもどっか絡まったし。マジ最悪、すべてやっちゃうんだぜ。もう むちゃくちゃやん。すべてはあの電話の成敗、マジで。電話出らんよかった。何も見えんし、どこ行ったかわからないし。帰ろうか、はい、もうあの時点で帰ってきゃよかった。帰るかの、真っ暗なったけん。くそ、まあでもかま捨てるだけんいいや。釣れたし、帰ります。カマスが釣れたから帰ろ。はい。仕事終わって2時間かけてきて30分釣りをして、カマスが釣れたから帰ろ。はい。30分かけて釣り場に着いたと思ったらあると思います。すごい持っていこうってしょった、ガイ水入れとっけ。